ご飯の時間がやってきました。イエーイイエーイ。はい、今回はですね、はい、神奈川県の三浦半島の方までね、行ってきました。はい、うん、まあ、最近よくあの三浦半島行くんですけども、うん、あのギターの動画を撮ったりね、あ、まあ、好きでね、うん、行ったりするんですけども、うん、ずっと前から気になってた中華料理屋さん、マコも多分何回も通ってるから知ってると思うんですけど、あ、本当、はい、あやちゃん多分知ってるでしょ。うん、多分知ってると思う。はい、はい、そういう気になるあのお店に行ってみたいと思います、うん、はい、それでは行ってきます。ゴー。じゃん、お、天津飯店。あ、覚えてる。綺麗に覚えてない。はい、ということで店内こんな感じなんですけども、 あ、こんなんなってんだ。うん、なんか雰囲気いいでしょ。いいね、これだけでもいいって思っちゃうね、なんか。かわいい。あ、年季入ってるね、これ。手書き。お店新しいのね、外見。そうですね。ただこ あのメニューの看板とか、この辺はもう昔からのものかなと。いい席だな、のりが見えてる。やってきました。まずそう。これワンタンな。めっちゃうまそう、これ。ラーメンなんですけども。はいはい。すごいね、具だ、うん、具沢山。スートチャーハン、うん、いいセットだね。いいセットでしょ。うん、もうラーメン、チャーハン、うん、で、餃子と。あ、餃子もいったの、うん、素晴らしい。すごい、これは完璧。いただきます。いや、チャーシューじゃない、ワンタンか。もうね、なんかマロシッドイコールチャーシューっていうね、うんうん、そんな感じです。すごいたくさん入ってるね。とにかくすっきりしたね、スープでしたね。あ、確かに。なんかこう麺もすごいこう、なんていうんですか、いい感じでしょ。昔食っていうか、昔ながらのちょっと縮れ具合とかね。本当は大量に入ってるの。すごいよね。来ました。結構皮がメインってこと。そうですね。昔そういうのは ありましたよね。うん、またあった。中のあんよりもね。うんうん、あ、メンマもなんかすごい味が、うん、シャキシャキですよね。あ、昔ながらのってかね、これもね、また。あ、これもちょっと今食べたいですね。あ、チャーシューも入ってるのね、しっかりと。思ってたより少し厚みがあった。そう。で、しっかりこうね、うん、あの、締められてるっていうかね。うん、なるほど。Thank you.
はい、食べてきました。はい、食べました。はい、ということで、うんうん、全体的にね、うん、なんかすごいこうあっさりした感じだったんですけども、ね、見た目からしてもね、すごくこう、うん、あっさりしてるけれども、うん、だけどなんていうの、かなり個性的な感じもしたね。外から見てて、うん、あの天津飯店と、うん、あの名前と、うん、外観で本当光で入ってみたんですけども、うん、で中入るとなんかすごいこうなんていうんですか、風通しのいいお店で、すごい明るい店内でしたね。明るかったね。外から見ると中が見えないから、うん、どんな感じなのかなと思いきや、うん、中入ると本当にこうなんていうんですか、地元の人が結構いらっしゃいましたね。うん、あ、そうなんだ、ね。うん、なんかこう通りから見ていると、うん、結構小さめのお店かななんても思ったんですけど、あ、そうなんですよ。中はわりかし広かったんですよね。やっぱりこの味付けの方も本当昔ながらの、はい、全体的にあっさりしたね、そういう感じの味付けでしたね。あ、美味しそうだったね。でもね、もう特にあのワンタンの見た目にはかなり興味惹かれた。まあこれね、うん、あの最近ほら具がパンパンのやつが多いじゃない、はいはいはい、あれが生地だけっていうの、うん、あれ結構なんか興味惹かれましたよ、ね。 あとはね、あのチャーハン、うん、はいはい、チャーハンもね、実は食べてみたかったんですよ、私、珍しくだけど、うん、なんかね、胡椒が結構効いたチャーハンって私好きで、うん、で、具材が、他がね、シンプルじゃないですか、うん、はいはい、だからあのチャーハンとね、ご飯とあの具材の組み合わせっていうのをね、うん、ちょっと食べてみたいなと、思いました。美味しそうだなと思いましたね。まあ、それ以外にもいろんなメニューがあるんでね、あ、そうなんだ、大勢で行って、いろんなものを頼んで食べるっていうのもいいような感じのお店でしたね。はい、帰りに海に行ったりとか、うん、まあ、海の帰りとか、うん、そんな感じで行けるような、うん、観光がてらに行けるね。あ、そうね、そんな感じのお店でしたね。あ、うん、いいお店見つけたね。っていうか知ってたでしょ。まあそうなんだけどね。そうです、もともと知ってたでしょ。気にはなったんだけど、うん、なかなかこう、うん、気になってるお店に入るきっかけってものが、うん、意外とさ、ないもんだなと思うんだよね。そうね、だからしょっちゅう通ってると、うん、もうずっとあるっていうふうに思ってるから、そうそうそう、なかなか行かないんですけども、そうそう、うん、前からずっとここのお店が気になってたんで、うん、今回は行ってみました。あ、うん、で車で行く場合も車を止められる場所もあるので、あ、うん、そういうところがもう本当にいいんですよね、うんうん、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。